します。今日のポイントは基本的にまあ下は動きやすいものが大きいですね。ウェアを着るのでそれにこう袖が出た時になんかちょっと可愛かったらいいかなっていう感じで、はい、着てます。じゃあお着替えに行ってきます。はい、こちらはですねファンクラブ特典でもらえるベースボールシャツになってます。可愛い、すごいお気に入りです。はい、台本チェックです、はい、もう真っ先にします。で、その後のコメントを書く。じゃあ少し会場内をご案内したいと思います。私とゲームアナウンスの方がいつもいる場所です。サンドッカーガールズの皆さんです。のベンチですね。で、このボードがいつもあのサンディとか私が写真を撮ってる特典版になります。結構なんか2階席とかもここから1階からでも顔が分かるというか意外と近いんですよね。はい、でこちらがグッズ売り場です。で、これ見てほしいのがこれなんですよ。この選手の足跡、なんか列、並ぶ列なんですけど、これにこの素足がこれっていうのがびっくり驚きですよ。だから何が出るかのお楽しみ。サンディも入ってるんで、これ可愛いんですよね。サンディの型抜きバーム裏起毛になってるんで、冬とかちょっとねなんか会場寒いなって時とかはこれすごいいいと思います。いいですか、最後にもう一個だけ。あ、サンディのぬいぐるみ、これ私は持ってるんですけど、もう可愛くて飾ってます。これおすすめです。じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。急いであげたらチャックのとこ踏み出ちゃう。すいません、はい、ここが流れでやらせてください。あら、サンディフォーターからメンタルカメラファイナーたちにまた引っかかっちゃったのかしら。もうで、結構なんか自分で考えるところとかもあるんですよ。最初の挨拶は自分で考えてるんで、ね、それをこう今日は何言おうかなとか、なんかその今日2日目なんで、その昨日の、試合とかなんか活躍した選手とかをなんかまあ触れたり触れなかったりなんですけど、そういうのもやりつつ、なんかどうやったら会場盛り上がるかなっていうのを考えながらやってます。ここはもう私ブースになってます。申し訳ないんですけど特等席なんですよ。すごい楽しいですね。毎回コーチの話し声というか、 なんか指示というかとかも聞こえるんで、体がぶつかり合いなんで、なんかそういうのとかも見えるとなんか普通にもう涙が出そうになるぐらい感動してます。会場5分前になりました。スタッフの皆さんは会場の最終スタンバイをお願いいたします。本日もよろしくお願いいたします。
大丈夫です。ありがとうございます。実は新入会の 20% が違法マスターによる。All right, everybody, down.
方の応援だったりをもっともっと盛り上げられるように私も頑張りたいと思いますので、まだね来たことない方とかもぜひもう一回来たら本当にねハマると思うんで、もう騙されたと思って来てくれていいんで、一度ぜひちょっとでも興味がある方は遊びに来てください。お待ちしてます。渋谷で来やすいので、全然今日お休みだな行こうかなで来れると思うので、土日ぜひ遊びに来てください。施設もよろしくお願いします。またね、失礼します。お疲れ様でした。